岸子の監督だったらどうしますか。え、もう早めにダウン3作る、ダウン3で攻める構造をまず作ってきてましたね。あとなんか吉田にボールが行ったところでサイドに押し誘導してましたけど、吉田に持たせずに板倉に持たせる形にしましたけどね。板倉に持たせたところからインサイドハーフが出てってアンカー出てってっていうので442ではめるみたいになりましたね。あとは両ウィング孤立させないようにハーフバイタルにインサイドハーフを置いたりとか、ウィングの突破力を生かすための内側のサポートを作ってあげましたけどね。サイポンさん、話題提供します。オフサイドのルール変更で戦術はどう変わると思いますか。戦術、でもあれじゃないですかね、あのハイラインの戦術はなくなりますよね多分ね。体の一部分でも重なってたらいいですからね。まんまく多くなるんじゃないですか。スーパーチャットありがとうございました。いやー、林すごいな。ディフェンシブフォワードっていう感じ。ママドール好きですね。あ、でもママドールちょっと甘すぎるかな。ヒソンパイだけでいいだ。ママドールだけ一個も減ってないですね。